エプラムエプラムは、半導体メモリの一種で、デバイスの利用者が書き込み、消去可能なロムである。電源を切っても、記憶内容が保持される不揮発性メモリの一種でもある。フローティングゲートモスフェットのアレイで構成されており、通常のデジタル回路よりも印加する電圧が高い、専用機器を使っ個々のモスフェットに書き込むことができる。データやプログラムの書き込みを行ったエプラムは、 強い紫外線コーンを照射することで、その記憶内容を消去できる。そのため、パッケージ中央上部に、赤英ガラスの窓があって、シリコンチップが見えているので、容易にエプラムだとわかる。このようなエプラムを特に UV エプラムと呼ぶこともある。消去方式の異なる E プロム、電気的に消去可能なプロム、エレクトリクリーイレイサブルプロムなどもある。 コンピュータ制御機器の試作品や製品をはじめ、パソコンのバイオスロムなど、多くの機器に搭載されている。近年は、フラッシュメモリに置き換わりつつある。エプラムメモリセルの開発は、トランジスタのゲートの配線が壊れた、集積回路を調査することから始まった。配線のない孤立したゲートに溜まった電荷により、その特性が変化したのである。エプラムは1971年に、 インテルのが発明し、1972年にアメリカが修国特許第366万189号を取得した。エプラムで1ビットのデータが格納される場所は1個の電解効果トランジスタである。それぞれの電解効果トランジスタはデバイスの半導体本体中のチャンネルで構成される。ソースとドレインはチャンネルの両端に形成される。絶縁酸化層が チャネル上を覆い、電動性、ケイ素、またはアルミニウムのゲート電極がその上に配置され、さらに分厚い酸化層がゲート電極の上に形成される。フローティングゲートには配線がなく、集積回路内の他の部品とは繋がっておらず、周囲は酸化層によって完全に絶縁されている。コントロールゲートがその上に配置され、それをさらに酸化層で覆う。 エプラムからデータを読み出すには、エプラムのアドレスピンにアドレスを表す値を入力する。すると、エプラム内でそれをデコードし、対応する1ワード、通常8ビットのメモリセールを出力バッファ増幅回路に接続する。ワード内の各ビットに対応するトランジスタが、オン状態かオフ状態かによって1、または0を示す。 電解効果トランジスタのスイッチング状態はトランジスタのコントロールゲート上の電圧によって制御される。ゲートに電圧がかかっているとトランジスタ内に電動経路ができスイッチがオンとなる。フローティングゲートに電荷を蓄えるとゲートに電圧をかけるのと同じ効果が得られ、それによってデータを記憶することができる。データを書き込むにはアドレスを指定しつつ トランジスタに通常よりも高い電圧を印加する。それによって電子の流れ放出が起き、絶縁酸化物層を通過してゲート電極上に電荷を蓄積するに十分なエネルギーが与えられる。高い電圧の印加をやめると電荷が電極上に閉じ込められる。ゲートを取り囲む酸化ケイ素の層は絶縁値が高いため、蓄えられた電荷は簡単には漏れ出すことができず、データは 数十年間保持できる。書き込み時の高電圧がシリコンにストレスを与えるため、書き換え可能な回数はおよそ20回前後である。E-PROM とは異なり、書き込みは電気的に何度も行えるというわけではない。トランジスタのアレイに格納されたデータを消去するには、第二直接紫外線を当てる。UV 光の更新によって、酸化系素中で電離が発生し、 フローティングゲートに蓄積された電荷が絶縁膜を通って拡散する。メモリアレイの一部のみ、選択的に紫外線を当てるということはできないか、全メモリが同時に消去される。一般的な大きさの UV ランプを使うと消去には数分かかる。太陽光の場合数週間でメモリが消去され、室内の蛍光灯にさらした場合は消去に数年以上かかる。一般に、 エプラムを使用する回路に UV ランプを組み込むことは実用的ではないため内容を消去したいエプラムは装置から外される。遮光シールを貼って適切な取り扱いをすれば10年単位で記憶を保持できると言われる。しかしシールを貼らずに置くと太陽光や蛍光灯の光に含まれる紫外線で短期のうちに内容が消えてしまう。また動作中にカメラのフラッシュのような 強烈な光を浴びせると読み出し時に誤った値を出力することがある。赤英ガラスの窓は高価だったため、電化版のワンタイムプロムとして窓のないパッケージに台を収めた製品も作られたが、これは消去ができないため一度書き込むと書き換えられない。また、こうすると消去機能のテストを省略できるため、そういった面でもコストが低減された。OTP 版のエブラムやエプラム、 内蔵型マイクロコントローラが製造された。しかし、OTP エプラムは、少量生産用途ではコストが問題とならないため、E プロムに徐々に置き換えられていき、大量生産用途では、フラッシュメモリに置き換えられていった。エプラムは書き込まれた内容を、約10年から20年保持するとされている。また、読み出し回数に制限はない。消去用の窓は、 太陽光などにさらされて内容が消去されることを防ぐため、不透明なシールを貼ってカバーする必要がある。古い PC の BIOS チップにエプラムを使っていることが多く、消去用の窓はその BIOS を作ったメーカー名、BIOS のリビジョン、コピーライト表示などが書かれたシールで覆っていることが多かった。BIOS チップは消去窓のない EPROM やフラッシュメモリに置き換えられているが、今でも そのようなラベルが貼ってあることが多い。エプラムの消去は400ナノメートルより短い波長の光によって起きる。太陽光では1週間から3週間、室内の蛍光灯では3年ほど光を当て続けるとメモリの内容が消去されることになる。推奨される消去方法は波長253.7ナノメートルで最低でも 15W の UV ランプを20から30分。 照射するというもので、ランプとエプラムの距離は約1インチ2.54センチメートルとする。X 線でも記憶内容を消去でき、50ラド以上の X 線照射、商用の X 線発生装置で容易に達成される量で消去される。この時、石英ガラスの窓を必要としない。しかし、X 線によって半導体が変質する可能性があるため、 X 線照者後にオーブンで焼きなましたり、詳細に検査する必要がある。そのため、石英ガラスの窓を設ける方法が選択された。エプラムは限度はあるが、何度も消去可能である。ゲートの周りの酸化ケー素には消去のたびにダメージが蓄積され、数千回の消去でチップの信頼性が低下する。エプラムの書き換えは他のメモリに比べると時間がかかる。 集積度を高めると酸化絶縁層に紫外線が当たりにくくなるため、紫外線による消去が難しくなる。パッケージ内の小さなゴミでさえ一部のメモリセルを消去するのを妨げることがある。大量生産する場合はマスクロムが最もコストが低くなる。しかし IC マスク層を格納するデータに従って設計するため数週間の準備期間が必要となる。 当初、エプラムは大量生産用途には高すぎて使えないと見られ、開発途中でしか使われないと見られていた。間もなく、少量生産なら、エプラムでもコスト的に見合うことが判明し、ファームウェアを素早く更新できるという利点も判明した。なお、多品種少量生産向けに、パッケージの窓を廃して、廉価なプラスチックモールドとし、ワンタイムプロムとした製品もあったが、 メモリチップ自体は普通の UVA プラムであり、プログラミングには UVA プラム用のライター等をそのまま流用れる。E プログやフラッシュメモリが登場する以前、プログラム格納用 A プラムを内蔵したマイクロコントローラも存在した。例えば、インテル8048、フリースゲイル 68HC11、PIC マイクロコントローラの C バージョンなどがある。 これらのマイクロコントローラにはやや高価な石英ガラスの窓付きのバージョンがあり、エプラムのように内蔵プログラムを消去できるのプログラム、開発、デバッグに便利だった。開発後の生産用に窓のない廉価版もあった。エプラムはパッケージの大きさの面でも記憶容量の面でも様々なものがある。メーカーが異なっていても機種番号が同じものは少なくとも読み出しに関しては 互換性がある。ただし書き込み方法はメーカーによって微妙に異なる。ほとんどのエプラムは A9 ピン 22V を印加してシグネーチャーモードにすると2バイトの識別データを読み出せる。ただしこれは普遍的ではないのでメーカーと機種を手動で確認してから適切な書き込み手段を選択すべきである。最初のエプラムはインテル千七百二 a であり、これは PMOS 構造のため、不電圧が必要など、使いにくいものであった。その後、2716以降、5V 単一電源になり、使いやすさが向上した。その後は、ピン配置の互換をできるだけ保ちながら、容量を増やしたものが提供されている。フローティングゲートからドレインに、トンネル効果を利用して電子を引き抜くことにより、 電気的な操作のみで消去を行うようにしたもの。E-PROM は回路基板に実装したままで書き込み、消去ができる不揮発性メモリなので利用時に書き換えが必要な用途、例えば機器の動作設定データや利用者固有の情報を保存するのに適する。初期には容量が小さくデバイスも高価であり、また書き込み、消去の所要時間がラムに比べて長かったが、 フラッシュメモリの登場により改良され、広く普及した。5. おさむき